比較名合成を使った表現デジタルを使った表現パソコンを使った表現について、えー、好きとかそうですねその表現に対して好き嫌いとか認める認めないその表現法を認める認めないとかそういう話ではなくって、えー、比較名合成っていう表現の仕方について私が思ったこと日頃感じていることをお話ししたいと思います。そもそもも比較名合成は いつぐらい前から表現として認められるようになったのか、みんなが認めている表現法ではないと思うんですけども、パソコンが復旧してパソコンの中で処理ができる表現法として少しずつ認められてきています。特にですね SNS なんか投稿する際にその表現法が認められてシェアされている。 場面が多いです最もそうですねよく使われているこの表現法が使われている写真の種類っていうのがホタルあと回すす星花火ですかね、はい、これが最も多く見られるんじゃないかなと思ってます。 ホタルは明るい部分、まあ背景を入れるっていうことに使うことが多いと思うんですけどまあ、盛るっていうこともしますよね要は明るい部分だけを一つの写真に合成するっていうことじゃないですか一番その比較明合成の表現が発揮されている写真っていうのは星だと思うんです次にホタル 最後に花火本来ならばバルブ三脚とレディーズを使ったバルブ撮影ということになりますそのカメラによっても限界があるしその例えば山を取り入れた星を回す写真であったら山の縁がオレンジ色になってしまう星を主題とした星を主,主役としたあ主体とした写真、えー、伝えたいのに、えー、周りに目が散らばってしまって伝えられる伝える写真が撮れない、えー、伝えられないそこを防ぐための 比較名合成だと思うんです、えー、星に関してですね、うん、コンポジット合成ももちろんこれは、まあ、あくまでも趣味の世界だと思うんですけども、まあ、デジタルの中のことなのでもちろんパソコンを持ってないとこういう,う表現ができないですで今便利で無料のフリーソフトとかでもコンポジット合成比較名合成のフリーソフトでもダウンロードできるできるんですけどもと、まあ、にかく デジタル機器そのパソコンがないとできない表現ですリアルな世界では認められるかわかりませんよでもまあそのネットワークの世界ではもうポピュラーなあー認められてる表現法だと思ってます、えー、ホタルの撮影はですねホタルだけを 撮る。蛍の光だけを取り入れるのであれば遮蔽紙、えー、遮蔽するものを使ったりして一つの写真にまとめることができるんですけどそれにプラスアルファして背景を取り入れるとなるとですねどうしてもこの露出が足りない場合があります。背景がわかる写真 を取り入れたい時のためにその別撮りをしておく背景は明るいうちに撮っておいて後から比較明合成をするといったですねその一枚の写真に合成して仕上げるそういった表現これが蛍ですねだってこの表現法が多いです昨今の写真においては、えー、全部が全部景色景色を入れている写真ばかりではないので蛍、えー、だけのですねこの迫力を まあ要は盛るためにこの表現を使ったりというような仕方もあると思いますで最後花火この花火に対しての比較名合成っていうのはもう私の中ではもう本当に黒に近いただこう盛るという意味しか浮かんでこないんですね花火の撮影で花火を一つの写真に盛ったこともあるんですけども分かる人は分、ね、かりますねあの花火を撮る人って花火被写体のことを知ってしまうと こここのの花花火火にに対してはは同時に打ち上げることは不可能だろうっていういもものも出てきますそれがやっぱり一つの写真で現れてしまうとそこで矛盾が生まれるのでそこはもう分かってしまうんですけども自分の場合は花火っていうのはあまり盛ることをしないというか罪悪感がねすごい残ってしまうので、まあ、もしよっぽどその表現を使いたかった場合は、まあ、これ比較名合成したんだよっていうふうにうん。 公表しちゃうんですけども、この比較名合成という表現法っていうのは、まあ、現実離れはしています。ただ、私が思うのは、いつからこの比較名合成っていう表現法が認められるようになったのかっていう。ことを、これが知りたいんですよね。誰が、いつ。このデジタル、今デジタル、この世界。デジタルがすごく復旧している、こう、みんなパソコン持ってる。で、その表現法がいつ。 このの写真業界に入っっててきたのかなってこれからはもうパソコンなしではできない状態になってきてるのでもう認めるしかないんですよねこの表現法っていうのはデジタルを使った表現法フィルムカメラしかなかった時代からだんだんデジタルになって表現法も広がって幅が広がって新しい表現を覚えないといけないついていかないといけないっていう。 葛葛藤藤ですすすね自分の中にははごい葛藤はあります最も私がやってほしくない、えー、比べてほしくないっていうのはそのデジタル表現をした世界とリアルなかたくなにこだわってる比較名合成をしない表現っていうのを一緒にしないでほしいっていう気持ちはありますこの一緒にするものじゃないんですよね。 撮影者の世界置いといて一般の人の目っても見た目から入るじゃないですか。もちろんそれはもうデジタルで表現した方がインパクトあるし届きやすいんですよここに。なんでその世界をデジタル,デジタルで表現した世界とリアルに、えー、こだわった世界このリアルに最後から最後まで腕でやったようなそういう世界でそういう世界をね この一緒にされて欲しくないし、写真業界ならではの腕としての見せ所をこういう世界分かる方は分かると思うので、そういう世界を作って欲しいんですよ。そのジャンルを分けろってことなんですよね。だかその写真業界は誰がどんなのか分かりませんけども、その写真の流れ、そのデジタル化ま時代の流れで置いてきぼり食らってるんですよ。その表現法の？ 評価だけが先走ってしまってもうデジタル化が進んでしまっていろんな幅がぐちゃぐちゃに広がっていってもう何をどう評価していいか分かんない状態なっちゃってる本当にそこの面はね本当にジャンル分けというかその同詞を分けてほしいんですよねやっぱり同詞それぞれの同詞っていうのがあると思うので同詞同詞ですよはいなのでうん写真業界の ドは頑張って欲しいですね SNS で評価する SNS でシェアする分には、まあ、何年もありだと思うんですけども、まあ、リアルな世界もありますのでそっちの世界でもね、うん、なんとかやっぱり一緒にされたくないっていう部分はありますんでねこだわっている方にはそこも。 お気持ちを大事にしてほしい撮影者の気持ちも大事にしてほしいなとは思います思ってますだからいいとか悪いとかの問題じゃないんですよ表現は自由なのでちなみにですね私よく使う比較名合成はやっぱり一番使うのは星ですねうん総合的に、えー、いろんな意味でもちろん うんそのクリアなんですよねノイズが少なくなるしレタッチもしやすいでカメラの、ね、負担も少なく抑えられる一番使うのはやっぱ星星の鉱石回す星レアカレーよく使ってます、えー、やっぱり自己満足というか自己満足か SNS の世界ですね投稿とかよくしたりしますもう大体 SNS ってみんなもう比較名合成やってるっていうのがうーん 前提で、前提でやってる方が多いので、あえて合成したよとかは言いませんけども。よく出します。え、蛍、蛍もやりますね。よくやったんですよ。昔これ使ったり。やっぱりもう最近、その背景入れることが多いし。うん、まあ、漏れるっていうのもありますよ。蛍の光。まあ、詐欺的な部分もありますけど、自分の中では詐欺って思ってますけどね。花火、花火は。 自分の中でちょっと、うん、受け付けられない部分があるので一番なんかでもねいやらしいのがね言わんとあげるうーんやっぱ自分は、まあ、そこまで割り切れない部分があるどうしても罪悪感がね花火の前は罪悪感が残ってしまうのでバカ正直に言っちゃいますやっぱ気持ちの問題ですねそこは性格なんじゃないですか。そうかそれはもうその人の性格なんで仕方がないと思ってますうーん ただねやっぱり花火に関しては比較したっていうのは分かる部分がありますよ一番いいのが比較名合成という表現法を使わなくても人を引きつけられる写真が撮れるこれに越したことはないんじゃないかなと思ってますはいそんなことで今日はこんな感じで締めたいと思います本日もご視聴ありがとうございました失礼してね シェアしてね。